はーいお疲れ様です元つですす今回のお話なんですけどこちらの記事ですね「キー局決算に見る放送業界史上最悪の危機」ってなぜフジテレビだけ放送収入大幅ダウンなのかっていうことで、まあ、このタイトルの通りテレビ局がマジで今ばやばいぞーっていう話なんですよねまあこれにはいろんな理由が考えられると思うんですけど、まあ、直近の話で言うと元光もね言論プラットフォームの方で取り上げてる話もこ こちらのものとかも全然、ね、あの地上波では流さないんですよね。 まあ、忖度してんじゃねえのかって言われてもおかしくなかったりだとかまあいろいろなね理由があると思うんでそこら辺をね、えー、皆さんの意見とか見ていこうかなと思いますとにかくテレビ局がやばいぞっていうこの記事一旦見ていこうと思います元水のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますではちょっと長い記事なんでサクサクっと見ていこうと思うんですけど11月10日民放究極の第2四半期決算が出揃った私はこの決算に大いに注目していた 今年の春から地上波テレビの視聴率が驚くほど下がっているからだテレビ局の人と話すたびに視聴率の下がり方が尋常ではないと悲鳴を上げていたということで、まあ、この筆者の方はもうこういうふうな目線で見てるそして知人の人たちはもう視聴率の下がり方がやべえぞーって言ってるみたいなんですね。な、まあ、なんとなくは えー、一般の人でも分かると思うんですけど実はコロナ以降テレビ局の業績と視聴率は乱高化を繰り返していたということで2022年のテレビ局はどうなるのか2020年は緊急事態宣言で4月5日を山に視聴率が急上昇コロナで巣ごもり生活を強いられみんながテレビを見たからだってあなるほどテレビ局も一応上がってたんだねネット配信ではなくテレビ局も上がってたんだねちょっと元々知らなかったんですけどそれなのに業績 業業績績は急落え業績急落落してんの <laughs> 各キー局の第2四半期決算資料から放送収入だけを取り出して前年度と比べるとタイムワーク番組の中で流れる提供 CM で10%程度スポットワークえ番組と番組の間に流れる CM では30%前後も下がって コロナ禍で多くの企業が身を縮め広告費を大きく減らしたせいだということで、ねまあ、世界的な不景気だったんで、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけどよく2021年度は企業活動が息を吹き返し放送収入は急上昇。 コロナ前の2019年度にかなり近づくレベルに回復しただが視聴率はだだ下がり凄盛り生活も落ち着きみんなが出かけるようになったからだろうということで、まああのー、収入は、えー、単価としては増えたかもしれないけどでも再生数落ちてるよねっていう話ですよねで、えー、つまり2020年2021年と視聴率と業績が反比例する形になったのだコロナによる乱気流を出した2022年のテレビ局はどうなう なのか視聴率が悲鳴を上げるほど下がっているということは結果は予想を超え惨憺たるものだったということでねこの筆者注目してたけどその内容結局やばすぎたぞっていうことなんですよ5つのキー局の放送収入の上記合計額は2019年度の4104億円から乱高下の末2022年度は3832億円に大きく下がったってめっちゃ下がってるね 1000億円ぐらい下がってんので一方ゴールデンタイムの PUT 総個人視聴率各局個人視聴率の合計は2019年度の36.5%が急上昇と急降下を重ねた末2022年度はさらに下がって33.3%となったということで、まあ、視聴率的にもかなり下がってるということなんですよね放送収入は272億円下がり視聴率は3.2%下がったのだ特に 視聴率はこれまでなかったほど下がってしまった相当やばい局面に入ってるってことだよねテレビ局 で視聴率が下がった原因はってここ重要なんですけど視聴率が下がった原因は巣ごもり生活を経て無料の YouTube 視聴や Netflix などの有料 VOD を習慣的に見る人が増えメディア生活が分散したせいだろうってまあそれはね誰もがなんとなく分かる話ですよねで PUT がこれだけ下がったのはおそらくこれまで、ね、テレビ視聴の主役だった高齢層にもネット動画が浸透し始めたせいだと思われるって確かにそうだね、まあ、ここら辺って NHK とかも一緒 だと思うんですけど若者のテレビ離れが老若男女に広がっているその結果3.3%の個人視聴率ダウンにつながったってこれってめちゃめちゃ重い話だよね3%も平均で下がるって。 で最近、例えばドラマの視聴率を語る記事に私はイライラしていた。朝ドラ「ちむどんどん」が評判が悪く、だから視聴率も2010年以降最低だと論じる記事を見かけたが、あ結構いっぱいあったねで。2020年後期から朝ドラの視聴率はどんどん下がっていた。2010年以降、ワースト1さんは最近の3作「おかえりモネ」、「カムカムエウリバディ」、「ちむどんどん」が占めている。「ちむどんどんだけ」をやり玉に上げるのはおかしいのだって。まあ、そりゃそうだね。そそもそも みんなが見なくなってるぜっていうことらしいんですよねで、この夏のドラマは平均世帯視聴率に 2, 2, 2桁超えが一つしかなく不作だったとの 記事もあった。いやいや、史上最大の視聴率ダウンが続いているだけだ。私が計算したところ、2019年と2022年の8月9月の各番組の平均視聴率を比べると、どれもこれも急落していた。「報道ステーションは 13. 7」は13.7%から12%に、「サザエさん」は10%から7.8%に、一時期高視聴率で話題となった「ポツンと一軒家」では19.2%から13.9%にそれぞれ急落したって。だからそもそももテレビ局の

番組を見るるっってて人が減ってるんですよね、まあ、最初の数字でもそうですけど3%減ってんだからかつてない異変にテレビを評するメディアが全く気づいていないことに苛立だったってだがこの決算ではっきりしたと思うテレビ放送は歴史的加工に見舞われているのだって今今気づくの結構前からやばいんじゃねえとは思ってましたけどでところでキー局の業績を個別に見ると気になるところが出てくる2019年度と2020年度の放送 収入を比べると各局とも下がっているわけだがまず TBS はマイナス1 2.5%とと傷が浅いことに気づくそしてもう一つフジテレビは2桁ダウンであることもいやおなく目についてしまうとフジテレビだけがめちゃめちゃダウンしてるみたいなんですよねこれはなぜなのかフジテレビが特に激しく視聴率を落としたのかというとそうでもないこの4年間でどの局も視聴率を下げたが下がり方はさほど変わりないえじゃあなんで私はこれはえ戦略を明確に打ち出したかどうかによると考えているということなんですよね、まあ、筆者の、ね、考察的 には試行錯誤するテレビ局各社ということで、ねまあ、ここから筆者の方のねいろいろ考察があるんですけど、まあ、簡単に言うとちょっとこれ長くなるでで、ね、TBS はいろいろ今後あの自分たちを変えていくとかいろいろ宣言してえスタイルを変えてきたということとあと日本テレビも同じように戦略を持っていろいろ変えてきた挑戦しているということが言われているんですよねそしてえテレビ東京もえ全配信を宣言しどの番組もネットで さらに活用し価値をさ広げるとと言い始めたとネットでの番組の、ね、力に入れていくということもやっていくよとか、えー、テレビ朝日は2017年にテレビ朝日360度を掲げ BSCS にネットとリアルな場を含めた全方位メディアを、えー、指針として示したとか、まあ、いろいろやり方を変えてきてるんだけどただ フジテレビだけさて問題のフジテレビだこの曲だけ言葉を持っていないとそもそも HD 体制の上場企業なのに中期経営計画を示していないのが驚きだはっきり言うがフジテレビだけ経営が見えてこないこれまでの放送業界はうまくいってたし横並びにやってきたので多少の順位差はあっても経営は必要なかったのかもしれないということで、まあ、経営のやり方についてねもうこの筆者考察をしてるわけなんですけど、まあ、ただ元密的には、ね まあそれだけではないからと、まあ、経営の話だけではなく純粋に多くの人の地上波のテレビへの信頼が損なわれてるんじゃないのかなってシンプルに思ってるんですけど、まあ、ちょっともうちょっと読みますねだがどう見てもゆくゆくテレビのメディアパワーを失うのが目に見えているのにフジテレビだけ今後どうするかの議論が行われた形跡がない視聴率でヒットを伸ばせばいいとしか考えていないように見える。 80年代のやり方しか知らない限られた人々の間でトップが続々と交代し誰も責任を問われない。それで住んでんいるのはフジテレビ はえ事実上、ガバナンスが効いておらず、上皇様のような人物がいまだに権力を保っているからだ。放送業界では NHK のガバナンスが問題にされがちだが、民放のガバナンスの方こそ大問題だと思うとなるほどね。うんまあ、それは、うん、NHK もその民放も関係ないよね。で、えーと、これはローカル局も同じで、キー局と新聞社や地元資本の間で株を持ち合いでやってきて、経営を分かっていない経営者が多い。皆さんどううするるのだろとと心配になると いうことでもうテレビ局はやばいぞーっていうことを言ってますよねそんなフジテレビだがドラマ「サイレントがネットで話題になり記録を破る、えー、配信視聴を獲得しているこれは放送業界全体にとっての大きな光妙だ 配信に大きく舵を切るべきだとたった1つのコンテンツが示してくれたこういうヒットを出すのはフジテレビの潜在力の高さの証明だということでねすごい話題になってるらしいんですよねまたこのなんだろうドラマとしての作品の構成の良さが、えーまあ、かなり脚光を浴びてるみたいなんですけど、まあ、そういうのはねフジテレビの良さだってこの人は言ってるんですよねでやはりテレビはオワコンなのかということでね、まあ、最後に これをスタート地点にどう動くのか注目したいただうかうかしているとサイレントに学んだ他局が自分たちなりの動きをするだけかもしれないフジテレビも真剣な議論の末に自分たちの言葉を見つけてもらいたいものだって実際この決算から配信による広告収入を資料に入れて示す局が多いテレビ CM に並ぶような存在に育てていく覚悟がようやく示された感があるその数字をどう伸ばすか個別の努力と力を合わせての努力が必要だフジテレビもこれからは 配信だだととはっきり言言葉で宣言する時だと思う最後に書き添えるとこういう記事には空見たことかテレビはおコんでネットに変われるのだと、えー、類の意見が出やすいそれは今や違う Twitter や Facebook も大量の人切りを行ったように GAFA と呼ばれる巨大 IT も大きく揺れているネットフリックスが広告付きプランを始めたのも私が思うのに苦肉、えー、の策黒船がテレビ局を崩壊させるどころか新 メディアが一斉にガタついていてるのだテレビ局は今後身をすり減らしながらも配信に軸足を置いたパラダイズムシフトを図るだろうしそれができなければ消えていくのみだその行く先を見守っていきたいっていうことで、まあ、とにかくメディアアそのもののもがアウトだよっててこの人は、ね、言われてますね確かにネットフリックスとかもね、えー、あんまり業績良くないっていう話は聞くで、まあ、その通りなのかなとは思うんですけどただテレビ局が支持されて、ね ないっていうところは、まあその経営の方法だけではないんじゃないのかなってボトビツは思うんですよね。まあちょっとネットの意見も見ていこうと思うんですけど、ツイッターのね意見ね、変更報道が顕著になってからテレビは見ないように心がけている。特にうーんとかどこうんとかうーんとか、まあどこの放送局は言わないけど、変更報道が顕著になってるぜって。 いうことでね、まあ、この人は言われてるんですけど、まあ、元光もね、そう思うかなって思ってるんですけど、こちらもね、いいね、させていただきますねあ。元光ね、ツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。こういう意見、めちゃめちゃ多いんですよ。とか、えー、他には、コロナ禍は有料 VOD の良さに気づくきっかけになり、度重なる捏造変更で報道としての価値も減ったくれもないことにみんな気づいているし、広告料の投資効果の面からも、 着地点は見えているテレビは本当にオワコンなのかその通り広告が集まらない時点で終了 撤退戦に入るとということでこの人は予測してます、ねまあテレビうんぬんというよりは、まあ、信頼できないコンテンツがオワコンなんじゃないのかっていうふうな考え方の人が多いですよねこちらもいいねさせていただきますねとか他には巣ごもりしてテレビ見てたら朝から晩まで左翼プロパガンダと好きあらば韓国情報をねじ込んでくる気持ち悪さが目についてうんざりしたからわらって、まあ、シンプルにこうだよっていうことをね言ってる方もいますね、まあ、韓国の話めっちゃ 多いいらしいですね。こちらもいいねさせていただきますね。とか、フジテレビの売りはバラエティーだったと思ってるけど、そのバラエティーが全然面白くない上に、金もかけてないからじゃねって、まあ、確かにね、元光もそういうイメージありますね、小さい頃からのイメージ的には。でもそれが面白くなくなってるから、ダメなんじゃねっていうふうに言われてます。こちらもね、いいねさせていただきますね。まあ、金かけてないからっていうのもあるとは思うんですけど、だからその収入自体も減ってるんであれば、やっぱそこって悪循環でしかない ですからね、減ったからまたお金かけれないとかそういう風にもなってるんじゃないかなと思います。まあ、こういうことねいろいろあるんですけど、まあ、直近の話で言うと元光も,もね前この話したんですけど、えー、やみくさん YouTuber のや熊さんが言ってて某テレビ局の友人にコラボの件聞いたら。 コラボね、あのー、不正会計疑惑、元水が言論プラットフォームの方で話してる、めちゃめちゃ話してますからね、ま,あ、また見てもらえたらなと思うんですけどこの、そのコラボの件に聞いたら、ネットと現実社会は別って言われたっていうことで、あのー、今、ネットではめちゃめちゃ話題になってるんですけど、全然地上波のニュースとかにならないんですよね。 これめちゃめちゃ闇が深いんじゃないのかなって音光は思ってるんですけどネットと現実社会は別って言われたってただこの話って一般人男性であるひまぞらあかねさんが、えー、5000万円以上の寒波を、まあ、支援を受けてるような、えー、多くの人からねそんな話でもあるんですよねもうものすごく世の中が動いてるのに全然メディアは取り上げないんですよなんだそれってじゃあひまぞらさんの裁判はあれ幻かっていうことでねやみくまさんも突っ込んでるわけなんで ですけど、まあ、そうした、えー、本来放送しないといけないような内容っていうのが全然放送されてないわけなんですよね。 まあ,あとはですねテレビ局も少しでも視聴率を上げようと注目を浴びようとして炎上商法みたいなことをしてねものすごく炎上して信頼を失ったりもしてるわけじゃないですか、まあ、そういうところもねやっぱ関係してるんじゃないのかなって、うん、バラエティ番組でも炎上してね、えー、まあ確かに視聴率は取れるかもしれないけど結局信頼を失ってるという状況になるんだと思うんですけどね、えー、こういう話、まあ、TBS の話でもそうですけどいろんなところで言われてるんでねどこかに忖度した内容ば かりっていうのも視聴率が下がってる理由なんじゃないのかなって元三津は思いますけどね。まあ、そのテレビ局のあ一つのねコンテンツの、えー、としてまあ、そもそもあの信頼が薄くなってるんじゃないのかなって個人的には思ってます。ということでね今テレビ局がマジでヤバすぎるぞっていうお話でした。皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います。元三津のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。